い、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ひなつき、そうです。前回からの続きになります。ブロードキャスト配信では第2夜ということでやっていきたいと思います。ウェイで、一応個人的に編集したから、どこら辺まで進んでどこら辺までみたいな感じのはね、覚えてるはずなんだよね。覚えてるはずだけど、実際プレイした時のね、ほらそういうのって違うじゃない。でそこに関してはわからない。ってなんか、そう、これね、グレネードランチャーがね手に入ってるんだけど、ね、あのなんていうの、でっかいあれ、あの敵を倒すのに使うのかなって思うんだけど、どうなんだろう。でこれがなんか弾がね、自分でリロードするタイプっていうの、カチャッカチャッカチャッみたいな、なくて、なんていうのいいの、うん、あれするんですよ、知ってる、あれするの知ってるよ私、うん、すごい鼻むずむずしてきたすごい関係ないこと言っちゃった。あ、さ、炸裂のさ、わかんない、よく B、 はい、あ、手に入ったけど、なんか急に満杯になっちゃうとちょっと困っちゃうな。どうしよう。これを預けて、こうしようか。これは使う？うん。あ、でも何かと組み合わさなきゃ使わないからいいや。ブレード置いとこう。さあ、さあ、怖いなあ。ドキドキするね。うん。私だけだ。あ、うえ。そっか。こんなところだったね。いや、覚えてなかったわけじゃないんだけどさ。またあいつらがいつ出てくるかと。あいつら、あいつがやだ、汚、うん、うわー、でこっち、こっちだったかな、やだー、いやー、すごいドキドキしてきた。いやー、あのこのさ、下水ってさあー、いるいますね。こんばんは、どうも、お元気でしたか。私は元気です。はい、ごめんなさい、こんな大きな声出すつもりは本当はないということだけは分かっていただきたい。あ、確約であってた。あらー、やだ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 、これ、あっ、え、なになに、あ、あ、死んでないのかよ。死んだ、うわー、うわー、怖い、剥ぎ取ろ、待って、下がったからどこまで行ったか分かんなくなっちゃった。こっちか、こっち、謎の生命体が、とりあえず、あ、でもこれ手榴弾取っとこうか、あるのか、ここら辺かな、どこどこ、あー、この辺りか、あった、ゲット。でも預けてきたばっかりのものをさ拾う感じがなんかやだなあの生き物はね、多分やり返すことなく醸されてしまうので気をつけようね。あー、なんかいない、大丈夫ですか、はいすごい、あー、うん、やだ、汚い、うん、うわー、なんかいろいろ落ちてくるね、うん、やだやだ、いや、あ、うん、こっちに行くのと、こっちが研究室で、こっちが、あ、うん、あ、うん、うん、ここがあれだよね、ロックされてたとこだよね。じゃあ研究室の方でいいのかな、こっちだね。やだ、ごめんなさい、ごめんなさい、負けるつもりはなかった。いや、だって出てくると思わなかった、だって出てくるなんて思ってなかったもん。やだー、早く口開けて倒したいから、待って待って、私ショットガンで倒そうとしてる。あー、やだ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 、バカ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 、あ、弾ない、あっあ
んな日もあるさ、人間だもの。マジで嫌い。なんなのあいつ。待って、体は何とかに守れており、外皮に守れあえれており、ダメージを与えづらいが、大きく口を開けたタイミングで狙って構内を出た。オッケー。うん、やっぱりグワーってやってる時にやるので正解だと。オッケー、わかった。死というものは何ともあっけなく。で、これはいらんでしょ。これなんだよな。これでグレネードランチャー使うほどではない、まだ。さて、どうしよっかな。あれをこれで倒せるのかどうなのか。待って、どこだっけ、こっちか。待って、なんていうの、あっちの方行ってみようか。さっき行かないで後からにしようって言った方を今度行ってみたりとか。あり、なんか今日すごい画面暗く見えるんだけど、気のせいかな。ちょっとオプションいじっていい？いや、でもいや、後ででしょ。はい、手榴弾通ったよ。さあ、あー怖い。あー、もうなんかすでに怖いからどうしよう。手榴弾、あ、でも手榴弾拾ったってことは手榴弾で倒すこともできるんじゃないの、これ。ワンちゃんね。あ、ショートカット登録とかあるよ。はい。うん、こうじゃ、こうしとこ。もしかしたら手榴弾でワンチャンいけるかもしれん。なんか手榴弾、あー怖いよー、やだよー。あー、はい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 、あー、バカ、え、バカ、あ、マジか、マジか、マジか。え、待って、これ手榴弾、あれ同じ、待って、あ、なるほど。待って、今絶対口以外のところで爆破したでしょ。あ、まあ倒せたからいっか。倒せたからいっか。わー、倒せると思わなかった。うん、いい感じにダメージ与えられるとは思ってたけど、やったね。これなら、なんか、あー、また、いや、分かってるよ、そんなの分かってる。あなたがまた出てくることは私は知ってる。あー、やだよ、あー、バカ、あー、いや、外しちゃったね。うん、あー、死んだ。ミスったな、今の。絶対ミスったな。しかもなんか HP 私減ってたっけ、覚えてないんだけど。ハギ太郎。はい、あんまり言うのやめとこうね。いいね、一撃必殺みたいな感じだった。今のは一撃必殺にならなかったけど、なんか手榴弾もっと欲しくなってくる。なんかね、あ、ん？あ、これあれじゃん、あれじゃん、多分ランチャーに装備するやつでしょ、グレネードランチャー。はい、登ろう。ここは大丈夫かな。あー、大丈夫、なんか何もいまい。はい、あ、なんか、ん？なんだろうこれ、なに、試験官的な感じかっていう日本語がなんかよく分かってないけど、うん。私の日本語は大体よく分かってないからあれだな。ん？あ、なんか変な音したかと思った。あ、うん、バッテリーパックほい。あ、電源入っていけなかったとこ、これね。あー、待って、え、待って、この横にあるのは取れないの？あ、これは取れないのか。物じゃないのか。ここにサイドパックあってくれ。あってくれって言っちゃった。あってくれ。あ、ある男のラブレター。愛しのスイートハート。
君たちとこの場所に逃れてきてからもう3ヶ月になるね。研究所で君たちが産声を上げた時、僕は感動に打ち震えた。愛らしいフォルム、もう私すごい字が見えない、絶大な破壊力、そして尽きることを知らない食欲、ハンターシリーズの最高傑作が誕生したのだと。けれど上層部は君たちの覇気を僕に命じた。兵器として重大な欠点があるからだ。君たちの欠点それは熱への耐性のなさ、そして捕食時に急所をさらけ出してしまう無防備さだ。けれどその不完全さこそ僕が君たちを愛してやまない理由でもある。そして僕と、ここで僕と共にさらなる進化の道をたどり、そしていつか必ずアンブレラに証明してみせよう。君たちハンターガンマこそが頂点に立つべき存在なのだと、ちゃんとかっこよく見切れんかった。おーグリーンハーブあ、待って待って、どんどんアイテム増えてっちゃう、ちゃーちゃちゃ、持てないな。と、待って、これで用済みとかにならん、ならんか。さすがにこれずっと使い続けてからアイテムかな。はい、持てません泣いちゃう。待って、これは持てません。やばくない？何も持てんやん。何も持てんねやけど。これも、何も持てんやん。待って。どうしよう。ここ、これが重要なアイテムとしてるので、が戻って、あれか。うわー、びっくりした。でも、なんで体当たりすんの自分。体当たりすることによってなんか、すごい怖いのかなって思って、私がびっくりしたじゃん。ビビらせないで。今そこでさ、うわーとか言って体当たりする必要あった？絶対ないよね。ちょっと、オーバーリアクションって言うんだ、そういうの。待って。こっち？なんかね、暗いとね、道が余計わからなくなるよね。あれ、こっちで合ってたっけ？道合ってる？合ってるかな？よし。ほい。また、うわとか言うんじゃないとか思ったけど。大丈夫だった。よし。手榴弾は持っていたい。けど、これはとりあえず預けるし。ね、めっちゃオーバーな荷物だった。1、2、3、3つぐらい持つよね。で、プラス、バッテリーは2マスぐらい使ったから、3マスは欲しいのかな。どうしよっか。とりあえずこれ置いとこうか。で、移して。いいかな。わかんないけど。あ、でも待って。これを使ってないから、これを預けるっていう選択肢もワンチャンある。ワンチャンある。一回セーブするね。死んだら嫌だもんね。さ、行こう。よいしょ。行け。で、さっきの部屋に行って、バッテリーパックをゲットしてから、戻ればいいのかな？やだやだ、この死骸。モンスター、ガンマさんね。あれ？こっちか。行き止まりじゃんとか思ったら、そんなことなかった。さあ、作品っていうかさ、前作でも下水道があったけど、いいんだよ。ね、下水道とかあったけど、なんか下水道っていいイメージやっぱりないじゃない、下水だから。すごいなんかいろんな変なこと言ってる気がするけど、なんかね、不快感を煽るよね。あ、バッテリーパック読んだら左上の読み込みの画面が読み込み、はい、ガンパウダーと弾のやつ取って、あとは兵器かな。取り忘れはないかな。ここにもう用はないかな。なんかこのゴーグルちょっと気になるこのゴーグル単純に気になる。あ、でもなんかゴーグルってあれか、落ちてるゴーグルとかつけるとなんか目の病気になったり、じゃないんだって。目の病気になるとかで良くないっていう話をなんか聞いたことあるな。気をつけてね。すごい誰目線なんだろう。なんかそういう話を、無人島で拾ったゴーグルをかけると
なんか目がなんか危ないから気をつけてねっていう動画が前あったから気をつけて。ねえ、なんで出てくんの？私はお前呼んでないんだけど。やだ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 、もうないよ、もうないよ。待って待って待って、これじゃん。これ待って、分かって、ま待ってよ、キリがない可能性も考えよう。うん、あいつは何回でも出てくるということを考えたら弾はもったいないかもしれない。ということはどういうことだと言われたら、ちょっと待ってね、マップ見させて。こっち行ってないね。うん、いや、このまま左行こう。怖い。待って、待ってよ、ずるい、ずるいって。なんで、本当にずるいんだよ、そういうの。よくないよねえ、卑怯って言うんだよ、知ってる？嘘、なんで、ね、もうやだ、なんで人気出てくんの。もう待って、ここにいたら安全とかない？ワンチャンない？あ、なんか音静まった、音静まったんだけど。大丈夫？あー、いますね、全然いたわ、ごめんなさいごめんなさい。はい、あ、調子乗った、私調子乗った。待って、ここにいたら来ないのか、あいつは。ずるいな。うん、あー、そこ行くんすね、あ、いいっすみたいな感じでやるんか、なんか去っていくんか、ずるくない？やだよー、やだよー、あー、気持ち悪い、やだ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 、これはひどい。一体あいつを何体倒せば僕は安心できるのだろう。足に攻撃を受けるとバランスを崩し大きく口を開く。ああ、なるほど、なるほどね。距離がない場合は足を打つとガーってなるから、そこにドーンしろみたいなことか。でだよ。あ、そうそう、これ取るじゃん。じゃあ、ここじゃない、ここじゃん。あ？こっちか。ここの2つ取って。取ったね。で、こっち行ったらどうなのかなっていうのだけ、まだ試してないから行ってみたいんだよね。待って待って。紙とか取れないかな？取れないか。なんか取れないかなって思ったら取れなかった。はぁ、ここから左、ずっと左手に行きましょう。左手にダッシュ、ああこっち行けんの、あ、なるほどね。自分で言っといてすごい自分で驚くっていう、このなんか謎のことしちゃった。やった、壊れた。あ、取れない。待って待って、ショットガンの弾どれだ、ショットガンの弾にできるの、待って、ガンパウダーと強化火薬でショットガンね。ガンパウダーどれ？これ、組み合わせる。はい。はい。組み合わせる。はい。よし。よし。はいはい。ああ、ショットガンの卵。あっ！水道局員の手記。まあただ、今度はケインが奴にやられた。俺はこの目で見た。かわいそうに頭から丸飲みだ。2週間前に消えたビルも、奴にやられたに決まってる。子供が生まれるのをあんなに楽しみにしてたんだ。ただの失踪なんかじゃないって何度も訴えたのに、 RPD はまるで取り合ってくれなかった。腐ったれ、ヘドより臭い卑怯なカエル野郎め。あ、カエルなんだ。逃げ隠れせずに出てきやがれ。警察なんぞもう頼るか。水道局の上の連中も信用できない。次に姿を現したら俺がこの手で
あの弱々しい大口はぶち抜いてやる。なんか火に弱いってなってなかったかな。うん、ちょっと待ってね。なんだっけ、さっきのやつのどれだっけな。うん、これね、熱への耐性のなさっていうとこね。ここも熱への耐性のなさがあるからあれかな。でどうするかな、どうするかな。一回戻ったらなんか2匹相手にすることになりそうな気がねするよね。ちょっと待って待って、ここ登れんの？ワンチャン登れる？登れない？ワンチャンも何も登れない？登れないらしいですね。はい、そうだすだってパパ、うん、そうだそうです、そうだそうですってことだ。はい、あーなるほどね、こんな汚いとこに普通は入るんだろうと。道がありゃそれは通るって。あーやだ、ほんとに許さんからな、お前のこと許してやらってば。ああ一発で倒れてくれ、倒れなかった、終わった。ああ、はいはいはい、ああやあ、はい、ああごめんなさい、はいはい、調子に乗りました、私が調子に乗った私を食いたいと思う。あ、はい、あなたの気持ちはまあなんだろうな、絶対的にわからないとは言いませんが、私はあなたに対して何もしてこなければ何もしないんです。そうなんです、だから何もしないでください。何かそれイコールそれはやられると思っていただければと思います。はい、そうそう、そういうもんだよ、されるからするんよ。はい、ごめんなさい、はいはい、そうだ、で忘れてました。はい、こんなさ、足を狙ってすぐに 口を狙うっていう器用なことできんて。ああ、はい、いやあやだ、バカもうバカ、はあ、心拍数が上がるっていうかさ、この叫びすぎることによってね、ちょっと心臓痛くなる感じはある。一回ドーンってその心拍数で跳ね上がってんじゃないかなって自分では思ってる。はあ、いやもう何回こいつと私は、出会わなければいけないの。もう出会いたくないよ。はい、あ、待って、合体組み合わせ、よし、すいません、手榴弾を後回しにしよう。あ、まず先にこっち行こう。で、アイテム取って、えい、えい、ほい、えい、えい。あ、で、これさっき読んだと。あれはカエルさんなんだね。あ、なんか、卵1個、あぶれてる。ショットガンで倒したいな、じゃあ。ふぅ。あー出てきた、はい、ごめんなさい、あいあい、ごめんなさい、調子に乗ってない、私はまだって何、はい、え、なんで逃げんの、ずるくない、逃げるって、は、こっからここはこういう、あー私の管轄外ですとかあるの、そういうのあるんですか。やったやだ、え、あ、倒した、え、すごいなんか無駄に弾使っちゃった気がする。管轄外とかあんのかな、やっぱ。うん、このエリアには立ち入り禁止みたいなね、なんか自分の飼い主だったりとかさ、そういう人はそこにいたみたいなさ、全然違ったらすごいなんか恥ずかしいけど、でも一回倒した時点で一回セーブしたいところではあるんだよね。セーブしよっか、同じのを何回も繰り返したくはないもんね。うん、私はそう思います。はい、おりゃ、はい、セーブ、
セーブしよう。